マイリトルボックスの4月分が到着しましたので、中を開けてみたいと思います。今回はこの箱の中にリーフレット、いつもだから入ってます。そしてこちら、じゃん、コンテナ。このコンテナの中にいろいろ入っています。4月ということで桜、そしてチューリップとかピンク系の色合いがテーマになってるみたいですね。コンテナの中に入っていた一番大きなサイズの箱、これはあ、ボトルですね。こちらのマイボトル、持ち歩けるタイプのボトルが入ってました。これはちゃんとガラスでできたボトルみたいですね。かわいい、壁にしてもいいですよって書いてありました。そしてポーチが入ってました。この中にはクラランスのリップですね。あ、かわいいです、桜の柄のこちらのリップオイル、綺麗な色ですが入ってました。さらにこちら、ハーバニカのジェントルシャンプーとコンディショナーが入っていました。このハーバニカはハーブエキスメーカーが作るヘアケアブランドだそうです。オーストラリアで生まれた自然療法の考えに基づいて作られている商品のブランドなんだそうです。そしてこちらも入ってました。これはバニラコという韓国のブランドのコスメだそうです。2006年に登場したコスメブランドで、韓国を代表するトータルビューティーの、ブランドとなっているそうです。そこからダブル洗顔が不要で保湿ケアも叶う韓国ナンバーワンクレンジングバームというのが入っていました。最後にこちらですね、これはメモ用紙ですね。こういったコンテナが今回はついていましたので、この中にいろいろと入れて使えるようになっていました。早速今月のものもいろいろと使ってみたいと思います。